お疲れ様でございます。週末10時台手前のご挨拶、山本豪雨です。ちょうど横断幕出てましたので、ここでやることに決めました。山本豪雨です。お疲れ様です。本日は書類ではなくて看板のボード、看板につけるボードをもらいに行ってきました。何回もコツコツとね、行ったり来たりで、でも区役所行くといいんですよ。いつもとルート変わるから、いつもとルート変えることでいつもと違う方に会えるという寸法でございます。勝手にね思ってるだけですけれども、ルートっていうのはなかなかですね、最初の出来事がないとつい同じ経路を取ってしまいがちですね。ルーティンがなんかいいとかいう美学で、そこを強制的に変えていただける、最初のアポを大事にして、その後の外回りを新たな出会いで埋めていくと。山本豪雨にどうぞ頑張らせてくださいませ。どうぞお気をつけて。山本豪雨のご挨拶でございました。これ少し風がまた昨日と同様になってきましたから、少し早歩きをするなどしてですね、体温作り出してください。風邪ひいたら1週間の頑張りが元も子もなしでございますので、どうぞご静養のほど、着いたら着くまでがお仕事です。どうぞお気をつけてお帰りなさいませ。スポーツ予防医療で皆様の健康寿命、そして夜の安全を明るい町屋で整えてまいります。山本豪雨でございました。いってらっしゃい。ありがとうございました。